マーシャル、マーシャル、わ、ま、もうドラッグガチ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 、うわ、うわ、すごい、いや、叩きよよ、ほら、俺の顔ですよ、ね、俺の顔が強い、潜られる、潜られるか、早く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 、マオちゃん、焦る、焦ったらか、焦ったらか、早く、潜られる、なんだ、なんだ、マオちゃん、もう逃げたら、しましま、しましまいないと、うわー、でかい、何よ、俺、何よ、俺、うわ、何よ、俺、タバコじゃ子供みたいになってる。今日も釣るか？ありますよ。ママちゃん鬼団子巻きたさそう。巻いてみたい。そぐのでやりたい。開いた。こないだなら楽しそうやった麺をそぐみたいにしよったの。少々鬼団子。いやこれ難しいね、でも。あ、本当だ、鬼のトゲトゲが入っと。ね、入っとやろ。うん。ほらやろ。ドボンよ。ママの方に巻き、ママの。それ。それ。小魚がめっちゃ寄ってきよう。寄ってきようね。それに釣られて大物が。まずこれ。はい。ハリス。はい。15サルカンです。で、結びましたね。はい。一広ぐらい取って。一広っていうのがどれぐらいの長さかわかんない。昔の彼氏の名前と思ったら大丈夫ですね。当たりよう。当たりよう当たりよう。エントゥーそれ。エントゥー、ちょっとエントゥー。はい、当たってます。食い込むまで。はい。その後重くなってから合わせてください。今まだちょんちょんしか。マモちゃん釣るか、いよいよ。今日こそは。当たってます？当たってます当たってます。当たってます。今当たってます。ドンってなってる。でまだグーッとは持っていかないですね。わわわわわわ。当たってる？お、楽しみマモちゃん。で10分間ぐらいボーッと待ってよこれ。すごい僕が巨大なやつ切られたの。うん、場所とこう。5分経過。ああ、またいつものこれ。みんな緊張して終わるみたいな。あ、食われてる。あ、食われと、お、食われと。入れ歯だけやろ。あ、そう入れ歯。釣れんでも楽しい。はい、ちょっとお勉強したいので。あ、お勉強。あ、違う。あそこにある、あそこにある。違うかいな、あそこかいな。あー、なんか向こうに流れていくよ、向こうに。うっすら見えとるけど。うっすら見えてますね、あれ。うっすら見えてますね。あタマンスペシャル、師匠おすすめ。これをつけて終わり。簡単でしょ。簡単ですね。はい、ありがとうございます。竿が吹っ飛ばんように気をつけてね。わかりました。飛んでったらね、もう話にならんっていうか、もうハーってなるけん。3日ぐらい寝れんくなるよ。どうしよう、もう悔しくて今やる気ないもんね。僕海に持ってきます。はい、鮫島さんの大きいね、これびっくりするじゃないかな。でも海栗って書いて海ですからね。そうなの。はあ、海の栗。テンション上がらんけど。はい、鮫島さん、大きいですね。これどうしたらいいんですか。真ん中ですね。はい、ブスッと刺してキュッてやるんですけど、先にこれ剣を切った方がいいですね。はい、いや怖い。上手ですね。ちょっと反り込み入れてみたりとか。しかし今日暑いっすね。暑いですね。つるっぱげやね。つるっぱげだよ。つるっぱげ。ウニ棒を刺して、よし、そしてこれにかけて、で引っ込む。叩いてみましょう。これでもう落とすだけですよ。あ、なるほど。それでは鮫島さん入ります。鮫島さん、穴じゃなくてこっち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 。僕はちょっと今から余韻に浸ります。あー、竿がない、竿がない、竿がまだ浮いてこん。また僕船竿戻りやが。ああ、まあいいや、これも数々釣ってきたわけですね。なんだかんだ言って。もうなんかここで釣れそうにな、あ、今日もボスかいな。ボスにならんか、竿飛んでたけど。流すよ、これ。1000回目に竿飛んでる。そうそうそう。1000回目記念。1000回目のありがとうみたいな。本当ですね。サメちゃん、あの平政すごかった。あ、ありがとうございます。おかげさまで。マジで。はい。一緒にやりましょう。やりましょう、やりましょう。うん、楽しそうだね、そこは。楽しそうだね。
あ、涙が出そう。腹立とうが、あれがいつ出てきようと、そういうジェスチャー、マジで。それ赤影青影やろ、それ。知らないよ。このまま連れたら僕のせいにするのやめてくださいよ。場所移動していいよって言ってます。終わり方によるね。まあ、鮫島さんがやってくれるやろ、その中でもね。ため息ばかそこやめてもらっていい。いやー、竿を持ってきとったのがもうほんと幸いですよ。なんか俺かかったよ、マジで。竿やないと。タックじゃない、ほんと。ウニや。でもなんか今糸、ラインからまかった絡めなかった。いやー、見えなかったですよ。え、そこにあるかも。あ、またバカにした。性格悪い。いや鳥羽先生がそんな、そんな持ってきてくれることないですもん、だって。やってママちゃんやったらあるかもしれんけど、鳩羽先生がそんな持ってきてくれることはないと思いますよ。軽く踏んどっちゃけどね、最低でも。なんであの踏んどらん時に限ってあのタイミングにね、魚を分かっとうとばい。嘘、ちょっと師匠行きましょう。あ、もう引いて、回して。触れて、もうドラッグガチガチ。うわ、そう。はい、ポンピング、早ポンピングですよ。よし、ママちゃん来るよ。はい、もうちょっとドラッグ緩い。そう。うわ、ママちゃん。おお、すげえ。頑張って。うわ、すごい。いや、これ叩きようよ、ほら。もう、おお、ママちゃんやっぱ持っとうね。もうちょいゴリ巻き、もっと早くですよ。うわー、ママちゃん、もっと俺の竿ですように、俺の竿が引き落ち、潜られるか、早く、ママちゃん、焦ったらいかん、溜めちゃいかん、早く潜られる。なんだ、ママちゃん、もう見えた、しましまやないと。うわー、でかい。何あれ、うわ、何あれ。あら、嘘、うわ、でっか。あ、違う、コブ。コブ？え？うわ、でっか。なんこれ。やったー。おー、すごい。こんなところに俺だ、これ。うわ、でっか。なんすか、これ。おこれやないと、俺の竿持ってったやつら。コブね、フィッシュ空間かからんと。かけるとかないと。うわ、すげえ。うわ、かからんね。すげえ。コブだ。ママちゃん、すげえ。初めてです。うわ、嬉しいやろうね。俺の竿持ってたのコブよ、多分。ちょっと上げとこ。うわ、すげえ。うわー、ママちゃんもやって75もでかいよ。え、真夏の75っているわけ？今おるよ。噛んでます。感動ね。ママちゃん持ってよ、はい、膝の上乗せろっか。ここ、そうそう、ここですね、はい、ここ持って、こう、ちょっとじっとしとってね。こうやって持たないと暴れるっけ。はい、そのままいく、よいしょ。大丈夫、持てる。ちょっと待って、大丈夫、重った。ちょっと持ちきるかな、これ。ちょっとタオルを膝に乗せます。はい、よいしょ。重たい、持ったよ。やったね。かっこいい。重たい、ちょっと下ろします。よいしょ。重たい。ママちゃん測ろう、はい、ママちゃん測ろう。さあ、測定です。ママちゃん、なかった。75ぐらいあるかなと思ったけど、70。あ、よかったね。でもいいよ、ちょうど70。807870、いいね。みんなどんどん下がっていくけどね。あーつー、ね、今ね、竿落としてさ、ちょっとあれね、なんかちょっと性格悪くなった。竿もね、かわいい。綺麗なタオル、綺麗なタオル。で、膝にそれだけね。でかいね、ママちゃん、やったね。すげえ。うわ、元気。びっくりした。え、おめでとう。こっち見てくださいね。はい、大丈夫もいります。大丈夫もいります。腹立つわ。はい、こっちに行こうか。こっちにね、はい、せーの、ありがとう。
この時期の昆布美味しいのかいな。また釣るけんね。どう鮫島さん。僕らの